本日、予算委員会に参考人として出席予定でございました山田真紀子氏について、昨日夕刻、体調不良により、かかりつけの病院を受診したところ、2週間程度の入院加療を要するとの診断を受け、入院をいたしました。本人から職務の遂行を続けることが難しいとか、とのこと、入院先から杉田副長官に辞意が伝えられ、その夜、副長官から総理および私に対し、その旨の報告がございました。総理はやむを得ないものと判断をいたしました。本日付で退職願いが提出され、先ほど山田広報官を願いにより免ずることについて、持ち回り閣議が終了したところでございます。予算委員会のご審議にご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、以上ような事情をご考慮いただくようよろしくお願いを申し上げます。自民党の方はね、状況が厳しくなると記憶がなくなったりとか、急に体調が悪くなって入院したりとか、それからまあこうやってね、雲隠れしたりとかあるんですよね。まあ、この山田広報官が、仮病だとまでは言いませんけども、今までの例から言って仮病なんじゃないの、もしくはそういうふうな体を取らされたんじゃないのっていうふうに感じてしまうのは、私だけなんですかね。だから今回のことがたまたまならいいんですけども、ちょっとねこういうねずるいことが重なると、また自民党のことだからなんかやってんじゃないのみたいに思っちゃうんですよね。要するにこれが政権が信頼を失ってるってことだと思うんですよ。まあ自民党ならそんなずるいことしないよね、しょうがないよねっていうふうにいつも思われていればいいんですけども、そうではないんでしょうねきっとね。皆さんどう思われますか。やっぱり自民党は青天白歴なのかな、それともやっぱ後ろ暗いことを隠しながらずるいことをやってるのかなと、どちらなんでしょうね。もちろん正しくやってくださってる方もいると思いますけども、もしかしたらあるね野党議員が言われてましたけども、この山田広報官は菅政権によってある意味ね割り送ったと言ってもいいのかなと思うんですよ。まあ、まずね菅総理の、長男さん息子さんがいらっしゃる会食に断るって選択肢がなかなか取れないですよね。で仕方なく言ったらおごらされたと、おごらされたっていうかおごってもらったわけでしょ。でもみ消してくれるだろうなと思ったらもみ消してくれないと、でなんか自分が悪いみたいになって、菅政合氏は全く追及されないと、で自分だけがこんな幕引きでですね悔しい思いしてんじゃないかなと思います。こういう時だからこそね立ち向かってほしいなと思ったんですけども、捨て身で何かねバーター取引しておとなしく身を引いたら悪いようにはしないよみたいなことになってんじゃないかなと私は思っちゃうんですよね。もちろんこれね野党議員がそんな追及したら人権問題だとかになって潰されちゃいますんで言わないと思いますけども、どうもね後ろ暗いんじゃないかなと思いますよね。皆さんどう思われますかね。もうあんまりね当てにならないというか信頼できないようになっちゃってますね。もう私が一人で信頼してないんでしょうけどねきっとね。いってらっしゃい。